はい、皆さんこんにちは。テクニカルアナリストの森口でございます。今日も日本株速報をやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、今日は2021年6月の16日水曜日になっております。明暗分かれるアフターコロナ株ということでお話をしていきたいというふうに思っております。今日の内容、今日の振り返りをした上で寄与度一覧確認しながら、トヨタ、任天堂などゲーム株、ファーストリ、日本郵船、鳥貴族など居酒屋関連、こういったところをね、ちょっと見ていきたいなというふうに思っております。で、最後今後の指数の売買戦略まで見ていきますので、最後までよろしくお願いします。ということで、私のチャンネルでは、夕方5時に日本株、終わったばかりの日本株のチャート分析を、必ず夕方5時に動画で投稿しております。皆さんの夕方のね、日本株を振り返る、そんな習慣になれるように頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、日経平均株価から見ていきたいと思います。はい、まず日経平均株価こちらになっております。マイナス 150.29、0.51% のマイナスということで、結局マイナスで終えてしまいました。今日はマイナススタートからの午前中一気にぐぐっと上げ、プラス圏いくんじゃないかななんていうふうに思ったんですが、9時40分から失速して5番にかけて下がっていったという形ですね。結果としてはローソク足、上髭の長い陰線という形になっております。ちょっと気持ち悪いですね。はい、寄与度確認しておきましょう。はい、トップはダイキン工業ということになっております。で、その他、ファナック、資生堂、ブリヂストン、トヨタというふうに続いていきます。トヨタね、続伸してますね。ここはとってもいいところではあるんですが、でもそう小幅ですよね。一方で、ファーストリテイリング、ちょっと気になる下げ方ですね。2.72%。特段材料があるわけではないんですが、ちょっと心配なチャートになってきました。東京エレクトロも下げているし、M3 も下げているといった感じになっております。では、トピックスを見ていきましょう。トピックスが、はい、トピックスはなんとかプラス圏を維持、0.38 ポイント、0.02% のプラスということになりました。日経平均とほとんど同じような5分足の動き、ね、午前中ぐっと上げ、結局でもその後下げてしまったという流れではあるんですが、なんとかプラス圏は維持できた、陽線で終わったということではあります。やはりね、トピックスの方が優位性は高いのかなというふうに思いますね。では、騰落レシオを見ていきましょう。はい、騰落レシオですね。値上がり銘柄数が1213、値下がり877、騰落レシオ 108.99 というところで、徐々にですが、ちょっと過熱感のある水準まで近づいてきましたね。110を超えるとちょっと赤色に変わり、120を超えるとね、また濃い赤色に変わってくるということになります。これが近づいてきましたらまたお知らせしていきますから、毎日見ていきましょう。業種別指数確認していきたいと思います。はい、このような形です。今日は金編の工業がトップですね。原油価格の上昇なんかも寄与してるんじゃないかなと思いますし、2位は海運ですね。この辺は上がっております。一方で空運なんか下げてますし、陸運も下げてますね。サービス業なんかも下げてますので、この辺アフターコロナ株でも結構明暗が分かれているなというのはね、感じる次第でございます。後ほど個別銘柄でもね、しっかりと見ていきたいと思います。売買代金ちょっと見ておきましょうか。はい、このような形です。今日、ダントツトップが任天堂 2.8% 下げているということですね。今のゲームの E3 というイベントがやっているんですが、ゼルダの新作の発表があったんですけども、もともと任天堂スイッチの新機種の発表が、想像されていた、なんかニュースで出ていたらしいんですが、それはなかったということで、失望売りだそうです。もう勝手に考えて、勝手になくて、勝手に下がる。どうにかしてくれよっていう感じですよね。はい、で、レバレッジ ETF、エーザイ、トヨタというふうに続いていきます。では、マザーズ見ていきましょうか。はい、マザーズ指数、このような形です。マイナスの 1.59、0.13% のマイナス。久々にマイナスがついたわけなんですが、底堅くないですか ?5 分足見ていただくと、はい、このような形。午前中の上げで途中から下げる。これは日経平均トピックスと同じなんですが、5番の動きはね、かなり強いというふうに言えると思います。結果としては、はい、センターラインや下降トレンドラインは超えている。5日線の上にいる。そして1200ポイントも維持できている。これは非常にね、なんか底堅さを感じるなというふうに思った次第です。寄与度ランキング見ていきましょう。はい、このような形ですね。フリーが続伸してますね。フリーなかなか強いチャート。後ほどちょろっとチャート見ていきたいと思います。で、マネーフォワードまだここにいますね。もう早く東証一部行ったんだから、ここから削除してほしいですよね。はい。一方でメルカリ下げてます。ベース下げてますというところで、高安いろいろまちまちなんだなっていうところがありますし、エイピアグループなんかも下げてますね。下の方を見ていくとですね、はい、ここですね。プレミアアンチエイジング。昨日大幅安してましたけども、今日も続落しているというところですから、この辺はちょっと気になるところかなというふうに思っております。マザーズの売買代金も見てみましょうか。はい。このような形ですね。やはり、プレミアアンチエイジングが圧倒的1位、3時の時点なので、ちょっと更新をしてみますね。はい、そうですね。プレミアアンチエイジングが1位。で、全権本社というのが今日 IPO の銘柄ですね。同じぐらいできてますが、プレミアアンチエイジングの方が強い。そしてセルソース、昨日ストップ高してましたが、さすがに今日は続落ということになっております。で、NPC もね、なかなか売買代金としてはできているという感じですね。なんで、強い銘柄、MacB とかもね、かなり強い動きが続いてますけども、そして売買代金も出てきていますが、メインどころというよりは、こういったね、材料で買われている株なんかが、かなり売買代金はできている。そういった株がマザーズを支えているというふうに言えるのかもしれません。では、個別銘柄を見ていきたいというふうに思います。はい、まずはトヨタですね、トヨタ自動車ですが、今日は100円のプラス 11,175 円ということで続伸しました。高いところでは 13,330 円というところで、そこから見るとね、かなり長い上髭がついてしまったので、明日以降どうなるのかちょっと心配ではありますが、やはりこの1万円をつけた達成感というよりはね、一度買いを試しに行ったという感じでしょうか。明日までね、しっかりとチャートは見ていきたいというふうに思います。続いて、任天堂を見ていきましょう。先ほどね、E3 というゲームのイベントがあって、任天堂スイッチの新機種の発表がなく、絶望売りがあったというふうにお話をしましたが、チャートとしてもですね、やはり、こう1回、2回、ちょっと変形型のダブルトップのような形をかなり前につけた後にガクと下がり、25日線は一気に割り込み、そして5日線、25日線のデッドクロスが発生、200日線では、意識されそうな雰囲気はありますけども、明日以降ね、これもどうなるのか見ていきたいと思います。時価総額も非常に大きい。日経平均には採用されていませんが、トピックスに与える影響力は大きいですのでね、しっかりと見ていきましょう。そして、任天堂が下げるということは、ゲーム関連株、やはりね、悪影響を受けると思います。で、今日年初来安値を更新してしまったのが、スクエア・エニックスですね。ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー等を提供しているスクエア・エニックスが、年初来安値というところなので、この辺はね、ウィズコロナ株という位置づけなんでしょうかね。アフターコロナ株が今上昇している中では、売られやすいセクターに位置するかもしれません。はい、続いてファーストリテイリング見ていきましょう。ファーストリテイリングも今日、はい、このような形、200日線を明確に割り込んでいる状態で、2290円安値を更新しております。ちょっとね、さすがに怖いですよね。値傘中の値傘、日経平均株価に与える構成率 10% の銘柄がここまで下がるということは、やはり日経平均はこれからどんどん上値が重たくなってくる。ソフトバンクグループもですね、引き続きまた動きが重たい状況が続いていますからね、この辺日経平均株価に関しては要注意で見ておいてください。一方で先ほど見ました、海運もね、実は続伸が続いていて、この日本郵船もね、上昇が続いていますね。このチャート、本当にすごいですよね。もうこの後ね、日本郵船一回買いたいなと思って、25日線までは待ちたいなと何度も思ったんですが、25日線すら下がってこないということでございますよ。もう本当に強いですね。どこまで行くのか。だとしてもですよ、まだ PR は 6.73 倍、PBR1.5 倍ですので、まだ上がる可能性はあるのかなというふうに思わせてくれるチャートになっています。一方で、こういったアフターコロナ株、上がっているものもあれば、鳥貴族見てください。今日はね、大きく下げていますね。2.75%。一旦の調整なのかなというふうには思いますが、やはりこうやって下げている銘柄もあります。で、DD ホールディングス、下にもありますけども、このような形で下げていますね。DD ホールディングスは、九州熱中屋であるとかね、藁焼き屋なんていうのが有名ですけども、この会社に関しては債務超過というね、そういう特別な条件もついていて、で、下落しやすいというのもありますが、5% 下げているということなので、アフターコロナが下げるという、アフターコロナでも明暗が分かれているというところはぜひ押さえておいてください。はい。で、あとはいくつか見ていきましょうか。フリーはね、このような形で、底入れして安値割らずに高値超えて、200日線も明確に超えてね、直近高値も超えてくるような動きですので、なかなかいいチャートになってきましたね。マザーズの指数強度非常に高いですから、注目をしておきましょう。で、MacB プラネット、3日前ですかね、3日前に決算が出て、ストップ高、大幅高の今日も大幅高、非常に強い動きが続いております。短期的にはね、やはり、5000円付近から8500円まで上昇してきましたから、多少調整が入る可能性はありますが、非常に強いチャートであるというふうに見ておいてもいいと思います。あとは、プレミアアンチエイジング、売買代金1位ですね。このようなチャートになっております。やはり今後もちょっと上値が重たそうな動きが続いていくかなと思いますので、ここも注目をしておきましょう。では、指数の今後の売買戦略見ていきたいと思います。はい。では、日経平均株価から見ていきましょう。今日は一目均衡表、いつも通りつけているんですけども、下に RSI もね、ちょっとつけてみました。で、日経平均株価ですけども、一応まだ雲の上をね、維持しているということになっております。転換線維持していれば、まだ上昇は期待できるかなと思いますが、先ほど見たようにファーストリテイリングのチャートがちょっと心配ですので、この下落もね、ちょっと警戒をしておいた方がいいかなと思います。で、下落してしまった場合には、この RSI50 以上をね、ちゃんとキープできるかどうか、ぜひ注目をしていただければと思います。トピックス見ていきましょうか。はい、トピックスはね、強いチャートが続いていますね。特に心配は今のところはないかなとは思いますが、アフターコロナも明暗分かれてますからね、この辺しっかりと注目をしたいのと、あとはやっぱり任天堂が下げてきてしまったっていう、その影響力なんかは無視できないかなというふうに見ております。RSI ほぼ横ばいに今ね、なってしまったんですが、62.86、決して過熱感がある水準ではないですから、まあ、上昇は期待できるのかなというふうには見ております。今日の FOMC もね、しっかりと見ていきましょうね。マザーズ行きましょう。はい、マザーズはね、このような形で三役好転が達成されました。で、その後ですね、RSI 若干今日で下向きには変わっていますが、62.52、そこまで気にする下げではないかなと、ここですね、ではありますけども、70ぐらいまではね、行ってほしいなというふうに思いますよね。調整が入っても50を維持できていれば、また調整が終わってね、上がってくるんじゃないかなと思いますので、ここ注目をしておいてください。ただし、やっぱりここまで上げてきた。あとは FOMC の影響がどれぐらい出てくるか。FOMC も、ナスダックとかが短期では上げてきましたから、もしテーパリング観測とかがね、懸念されて金利が上昇するようなことがあれば、やはりグロス関連がね、一旦利益確定の売りっていうのは考えられます。一番今のところ売られるリスクが上がってしまったのがマザーズ指数、ないしはトピックスなのかなというふうに思いますので、一応ね、メインイベント、今週のメインイベント、通貨待ち、明日の動き、しっかりと注目をしていただければと思います。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいなというふうに思っております。今日の中でもね、なんか参考になるところがあれば、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。また夕方5時必ずね、こういった形で平日動画を投稿していきますので、明日も聞いていただけるという方は、ぜひチャンネル登録お待ちしております。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。